さいね。そうすると秋には10月には1ヶ月の下穂が出て花も咲きます。おじゃーん、おじゃーん、おじゃーん、子どもが100人ぐらいと、あと学生がもう100人ぐらいの団体で毎年行っているんですけど、今回は田植えなんですけど、前回までは畑での活動だったり、低学年向けのコースは有限農園コースといって、農業体験をさせて子どもたちと田植えを楽しもうっていうことを、はい、学校ではできないことをこのぐんぐん隊ではできるっていうのが一番のいいところかなと思います。はい、本当に田んぼに入ると泥の感触とかがすごいじわじわ伝わってくるので、そういうところで、あ、泥は泥なんだなとかっていう、そういう体験活動をした発表をしてほしいなと思って今回参加してくれました。どうだった？楽しかった。泥ぬるぬるやったね。こんなに綺麗、あ、綺麗、めっちゃ泥ズボンベタ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 
緊張してんよ。いや緊張しなくていいよ。みんな楽しくできていたのでいいと思いました。